こんにちは、カーピです。今回はベスト9タイトルホルダースカウト予想パリーグ編です。2019年1月から実装が予想されるベスト9タイトルホルダースカウトシリーズ2の目玉スカウトになります。ご存知の方も多いと思いますが、このスカウトはスピリッツが100アップするタイミングになります。おそらく最大スピリッツ3000になって登場するでしょう。去年2017シリーズ2は2017年シーズンのタイトル獲得者とベストナイン受賞者、そしてゴールデングラブ賞の受賞者も登場しました。今年も同じ仕様で登場する可能性が高いんじゃないかなって思ってます。それではパリーグのベストナインタイトルホルダー登場選手予想と能力チェックやっていきたいと思います。まずタイトルホルダーです。これがパリーグのタイトル一覧です。 MVP はまだ決まってませんけど、リーグ優勝チーム西武からの選手なら浅村選手、山川選手が有力候補になるでしょう。どちらの選手が受賞しても文句ない成績だと思いますし、秋山選手も素晴らしい成績ですよね。もし日本一ソフトバンクからの選手となれば、柳田選手が一番近い位置にいるでしょう。誰が選ばれても他のタイトルを取ってますし、ベスト9も取るでしょうから、ベスト9タイトルホルダーに登場することは変わりはないでしょう。新人王も予想難しいですね。オリックス山本選手と楽天田中選手の一騎打ちかなと思います。僕個人的には勝利の方程式を担った山本選手が有利かなと予想してます。前半戦はオリックス田島選手がリードしてましたけど、怪我で離脱したのは残念でしたね。続いてパリーグのゴールデングラブ賞です。ご覧のように発表されました。ポイントはファーストと外野かなと思います。ファーストはライオンズ山川選手やマリーンズ井上選手の線もあるかと思ってたんですけども、中田選手が3度目の受賞になりました。井上選手はここで選ばれなかったことで、ベスト9タイトルホルダーへの登場は厳しくなったかなと思います。外野手は誰が選ばれるか、かなり予想しづらい状況だったと思います。守備指標を見ると、日ハム太田選手とか、楽天島内選手あたりも候補になると思ってましたけど、蓋を開ければ順当なメンバーが受賞した感じですね。はい、じゃあ、まだ発表されていないベスト9はどうなるのか、僕の予想を発表します。どうぞ。いかがでしょうか。人それぞれ意見があると思うので、あくまで僕個人の意見として見てもらえたらと思います。投手はかなり読みにくくて、岸選手の他にも西武田畑選手、菊池選手あたりも候補と思いますが、いずれにせよタイトル獲得者なんで、ベスト9タイトルホルダーには登場します。プロスピ的には影響はないでしょう。キャッチャーは打撃成績とチーム成績から森選手を予想しました。 DH の近藤選手は指名打者の出場は32試合と少なかったんですけども、今年は DH の選手で飛び抜けた活躍をした選手はいなかったんで、近藤選手が選ばれそうな気がしています。他のポジションは割と盤石かなと思います。ではパリーグのタイトル獲得者、ゴールデングラブ受賞者、ベスト9受賞予想者、全員の能力値をまとめたのがこちらです。はい、全員の通常の能力にプラス1した一覧表です。能力プラス1の恩恵が特に大きい選手を挙げていきますと、まず岸選手ですね。通常版にプラス1するとオール A になりますね。スタミナ型で球種も4つとコンボに組み込みづらい部分はありますけども、個人の能力では最強クラスの投手になるでしょう。オリックス山本選手はアニバ版で能力が判明してますね。9位 A に乗るので、ベスト9タイトルホルダー版は価値がアップすると思います。ソフトバンク森選手は制球を A に乗せやすくなってますね。西武の森選手もアニバーサリーが出てるんで、それと能力は一緒です。ミートを A に乗せられるのが大きなメリットになるでしょう。日ハム中田選手はパワーを A に乗せる難易度が下がってます。西武浅村選手はミートパワー79の同値になってミパ A の難易度が下がってますね。ロッテ中村選手はミートを A に乗せられるようになってます。西武秋山選手はパワー A チャレンジの難易度が下がってますね。オリックス吉田選手もパワーを A に乗せる難易度が下がってますし、ミパ A 同値も狙いやすくなってますね。今挙げた選手たちはベスト9タイトルホルダー版で能力プラス1になる恩恵が特に大きい選手です。ぜひこの機会に狙いたい選手と言えると思います。そして宮西選手の能力がハテナなのは、まだシリーズ2に全く登場していないので能力の情報がないんですよね。
シリーズ1では9位 73B、制球 75B、スタミナ 58D の制球型で登場しています。宮西選手は毎年安定して活躍しますから、シリーズ2もこれに近い能力値で出てくるんじゃないでしょうか。登場時期は2017シリーズ2ではこんなスケジュールで出てきました。第3弾まで全て自チーム確定はなし。30連、60連、90連目が S ランクベスト9タイトルホルダー確定。そしてベスト9タイトルホルダーミキサーが実装されていました。それぞれの段を6枚揃えたら好きなベスト9タイトルホルダー選手と1枚交換できるというものでした。第1弾なら第1弾の S ランクベスト9タイトルホルダーを6枚揃えたら第1弾の中から好きな S ランク選手に変えられるという感じでしたね。段またぎはできなかったのでそこはご注意ください。いやー、セリーグの予想の時も思ったんですけど、ベスト9タイトルホルダーって言いづらいし長いですよね。何かいい略称ないでしょうか。いい略称思いついたらぜひ教えてください。はい、2019年1月2週間ぐらいしたら早速第1弾が来ると思いますんで、エナジーは計画的に使っていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。これからもどんどん動画上げていきますんで、応援のグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。